第四次忍海大戦、ここに宣戦を布告する。これは英雄の物語。獣に襲われし、木の葉を救った英雄の血をかけて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の俺に気づいたか。慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。
ちることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。里も気になる。あの一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。戦闘開始。キュウリを操ることの力を持ち込む。そして後半のゲームを失う。そこから極まる人物は俺の知る限りでは一人じゃない。まさかあなたがウチハマダラだというのか。そうどうだ。一瞬だ。追ってこい。里の様子が気になるようだな。しかしだからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。外に奴を追いやるのじゃ。おお。これ以上外に手出しはさせん。行くぞ。遅くなりました。秋道長者、これより参戦します。到着。
始めるな。バトル、アリュッ。これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。どうやら四代目ホカゲの名は伊達ではない。お前を倒し里を守る、それが俺の役目だ。ああさすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る者。やるのよ、火影。あの感じ、嘘で言っているんじゃないけど、今里の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。またあれをやる気か。させるか、ボビー。四代目、分かってる。港、キュービごと飛んだのか。
迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫カイ。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。